あのちょっと思いついたんだけど、あの今度大阪大会13日大阪行くじゃん。その時にほら、あの対戦カードに困ってたみたいだからさ、あの番組のあの鳥越アズーリの、うん、テレビのね、番組の中でも言ったんだけど、ミックスのタッグマッチ宇宙一選手権っていうのをねやろうかなと。宇宙一ミックスドタッグマッチ、いいと思う。今も他ではない感じ、うん、でおじさんと、東京組、魔法少女イナスが組んで、で、もう一人東京組はあのデボラ系濁点多いよね、デボラ、ね、デボラ系と、あとあの東京のおじさん、あのトイさんと組んで、で、あと大阪からね、大阪からじゃない、大阪の、メイリー、いいね、言いたい、メイリーって言いたいね、メイリーは、なんだ、アルティメットスパイダーね、アルティメットスパイダージュニアと、メイリー、大阪組組んでもらって、もう一つ組、大阪組の、イデアと、相川遥かがおじさんと組んだ方がいいのかな。まあまあでも大阪対東京なんでね、ここでもう完全決着、まあトーナメントやるんでね、勝ったら次の試合もあるから、ちょっとおじさん頑張んないとね、うん、体力的に2試合は厳しいかなと思うんだけど、まあでもパパッとねやっつけちゃえば、うち魔法少女いるし、うん、それで優勝したらさ、どこかで見てるスポンサーさんがさ賞金くれるんじゃないかなと思って、うん、頑張ろうかな、うん、ね、来てね、みんな、うん、あれもやるから、ツイキャスの方もやるからさ見てね、うん、あと大阪行ったついでじゃないけどさ、宇宙銀河戦士アンドルスジャパンツアー2021ね、何やか分かんないけど、うん、まあ、とりあえず12、13日大阪沖縄会館で待ってるからね、来てね、食べる。